届いた？見た？読んだ？どうだった？どうだった？ちょっとね、そのメールにも、メールにはちょっと一足先に書いたお話をね、ちょっと配信ではね、お話ししようかなと思うんですけれどもね思うんです。あと何足りない、なんか何を足さないといけないんだろう。待ってね、ちょっと待ってね。これは多分巻きすぎたのかな。ちょっと待ってね。ほっ、よっ、あたたたたた、よし、オッケー、よし、変身する、よし、よいしょ、よいしょ、ちょっと待ってね。先になんかね、ちょっとこの飾りのね、粘着の寿命がない気がしてきているので、もし皆様よろしかったらば、スクショタイムを早速していただいてもいいですか？いいですか？いい？ちょっと二十歳っぽいポーズしようかな。これ見える？見えてる？何がいい？何したらいいかなと。あと何だろうな。あ、やばい、02になってた。若返っちゃった。ごめんね。こうだね。こうしたらいいのか。こうでしたね、失礼いたしました。こうでしたね。どう、ちゃんと20になった？あ、いいよ、いたしなもんしよう。ぜひ皆さんポーズのリクエストくださいませ。ぜひ。なんだろう、あ、そう、ケーキ持ってきたんだよ。じゃん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 。ちょっとね、もう夜だから食べられないけど、見るだけなの。よいしょ。あとね、ちょっとこれは紹介しようと思うんだけど、見て、素敵すぎる職場のをいただきまして、これをね、あ、今しようかな、今してもいい。これをね、ちょっとケーキに散らして撮ってもらいたいんだ、みんなに。素敵すぎてちょっとどうしようって思って、配信の時にしようと思ってたんだよね。ちょっと待って、わっ、やばい掘ってしまいました。どうしよう、こんくらいならいいかな、この時間に食べて。いいよね。食べて、どう、ウェッティウェッティ。あ、よかった。待ってね。バラ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 。見て。すごくない？一つのね、こういうバラになってるの。バラドームをちょっとツーショット撮ってもらっちゃおう。
と思ったら伝わるかな。こっちがいいかな。伝わる？このバラの感じ。伝わるかな。伝わったかな。これをねバラすとこういうね花びらになるんだって。うわーめっちゃ綺麗。ちょっと待ってね、今お見せするね。よいしょよいしょよいしょ。見てー、すごくない？めっちゃ綺麗。これをねこちらに散らしていこうと思います。パラパパパパパラパパパパ。あらあらあら、パラパパパラパラパラパパパラパパパラパパ。あ、いけたかな。タラタタ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 タ。ちょっと待ってね。え、見て。こう見るとちょっとすごいんだけど、上から見てほしい。めっちゃ綺麗じゃない？じゃあこれとも一緒にぜひ撮ってください。よかったら。うん、めっちゃ綺麗。そう、食べれるのこれ。自分今めっちゃ怖かった。お、お花の匂いはね、んこれんケーキの匂いかな。どっちだろう。甘い匂いする。木の匂いかも。待ってね、こうしたらいいのか。あ、え、ケーキの匂い。あ、ちょっと待って、どういうことだ。ん、あ、これの匂い。こっちは多分無臭でもなんか匂いする気がする。なんかね、お花みたいな匂いはしないんだけど、多分こっちの匂い。多分ね、今私ケーキの匂いが鼻についちゃってる。あら、無臭なのかも。そう、ちょっとね、今日はね、あれだね、もう遅い時間だからね、食べられないんだけど、みんなに見せたくて、そこにママが作って作ってって急に言って作ってもらった。じゃあ明日美味しく食べようと思います。イエーイ。よいしょ。嬉しい、かわいい。そうなの、夜だから我慢してるんだ。すごい夜だもんね。もう11時なの。そう、みちこが作ってくれたね。そうやの。そうそう、あ、そう、12時まで、今日が終わっちゃう、ギリギリ終わっちゃうまで配信しようかなと思いまして、もしよかったちょっと遅い時間でね、また告知も急で申し訳ないんだけど、時間の許す限りぜひぜひ一緒に過ごしてくれたら嬉しいなと思います。ぜひ。クッション座ろう。あたたたたたた。おいしい。ないからお話ししよう。ないからお話しようかな。もうね、胸がねいっぱいすぎてね、どうしたらいいかわからないんだ。そう、なんかね、日付が
変わった瞬間から本当今の今まで今のこの瞬間までもうずっとね常にあのツイッターでもインスタでもあと LINE かでもねいっぱいおめでとうとかねあったかい言葉をいただいてね本当にもう胸がいっぱいでね本当にそうなのねまだね全部にそういいねしに行けてないんだけどさせていただくね終わった後本当に嬉しくて全部嬉しいインスタの中の人あえまだ見てない投稿してくださってたんですか見に行こう見に行かなくちゃよいしょあ一番はね親友ちゃんでしたすごい本当に優しいなんかねすごいびっくりしたの12時になった瞬間になんか誰かがスターバックスタンプを連打したのかなってこれライ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 ってなってやばい誰かめっちゃスタバックしてくれてるって思ってみたらなんとびっくり全部違う人でねえあったかすぎないだってさ12時に起きててくれて送ってくれるってねえそうかえりちゃんとねかえりちゃんの妹ちゃんがね一緒にね12時ぴったりに送ってくれてめっちゃ嬉しくて愛おいしいってなってたちょっとリップかくしようごめんね急にリップ出ちゃってめっちゃ急になっちゃったそうもうねツイッターもねめちゃめちゃ嬉しくてあとストーリーもいっぱい DM くれたりメンションしてくれたり本当に嬉しいさあとね私これずっとねちょっとねもうみんなに見せびらかしまくってるんだけど見せびらかしまくってるんだけどあのねずっとねいつかやってもらいたいなってね思ってたあの世界の方々があのメッセージ動画を言ってくださるやつなあれなんてちょっとね正式なお名前が分からなくて申し訳ないんだけどそれのねなんて言ったらいいんだろうなんかお依頼をして何これこういう風に言ってくださいって言ってお伝えするといろんな世界の方がその言葉を言ってくださってなんかその後まあってやってなんか音楽がジャン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 って流れ始めて合わせて踊り出すっていうやつがあってねいつもいろんな方のそれを見てていっぱい心があったかくなってていつか小熊つぐみちゃんおめでとうって言ってほしいなってハートしてくださってそう保存しちゃったよねもう画面録画しちゃったよ本当に嬉しいあとみんなが作ってくれた動画とか写真とかも全部保存してあそう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 嬉しいしかもねあの私の写真も多分その方がお依頼した時に一緒に渡してくださったみたいでムキムキお兄さんが私が印刷された紙にめちゃブチューってしててはいやばいチューされてるってめちゃくちゃチューされてた私嬉しいおぐまつぐみちゃん誕生日おめでとううまってやつちょっとみんなぜひ見てほしいありがとうねちょっとごめんね勝手にこの場で伝えちゃってありがとうめちゃくちゃチューされててはーチューされてるって思って本当に嬉しいそうなのいやーちょっとねこれから全部見に行くね嬉しいよ本当になかなかねリアルタイムで全部終えてなくて申し訳なかったんだけど楽しみ全部見に行くね今多分途中まで
そう、見させてもらっててね。そう、うんうん一番されてた、ほんとやったやった、一番チューされてた、やったね。夢の国のバースデーシールにつぐちゃんの名前、嬉しい。あの書いてもらえるやつだよね、お誕生日の時に。嬉しい、ありがとう。あれだよね、もしかして一緒に書いてくれたの、二人の名前。嬉しい、てくれてありがとう。こちら、あ、倒れちゃった胸がいっぱいすぎて倒れちゃった、ごめんね。本当に嬉しかった。 YouTube は見た嬉しい、かわいかった。そう、楽しみ、見に行くね、嬉しい。はあ、胸がいっぱい、嬉しい。もう本当に私はね、ずっとこう二十歳を迎えて、その姿をみんなにそうお見せするのがね、ずっとずっと私の中の目標であって、ずっと夢見てたんですよ。だから本当にこうしてね、無事に迎えられて、でも二十歳をこう迎えられたとしても、こうね、みんながそう好きでいてくれてる、ずっと今も。そう、二十歳になっても好きでいてくれたからね、こうして一緒に過ごすことができて本当に幸せ、ありがとうね。本当に二十歳になっちゃった、もうね、もう一生忘れられないよね、二十歳。本当に姉ちゃんがすぐそんな大きくなったのって言って、そうなの、二十歳なったの、元気、ありがとう。うん、お尻息短いけど、もう本当に鼻が落ちたよね今、大丈夫か。本当にね、もうね、本当タイミングとか、どんなタイミングとかも何にも関係なくって、もう本当とにかく、もう本当に出会えて幸せ、本当に。そうなの、すぐ追いかけて13年目だけど嬉しい。おっと、ちょっと架空の何年があるな、それは私ね、今年8年目なんですけれども8、9、10、11、5年前から、あれもう知り合いだったかな、もう架空の何年かがありますけど大嘘つきだ嬉しい、大嘘つきでも嬉しい。そう、とにかく本当に知ってくれてありがとうございますの気持ち。そうなのよそうなのよ。あー、サチサチ嬉しい、ありがとう前世から推してますすごい、前世からお知り合いだったみたいで、ちょっと私正直覚えてないんですけど今世でやっと認知させていただいたんですけど、ありがとうございます先生からね。勝手にとか言ってごめんなさい、勝手にとか言っちゃった、ありがとうね先生からね、助かったよ、ありがとうねよかった今世でも出会えてそう、でもなんか本当にあるよね、なんか前世で出会ってた人の運命の人って今世でも絶対に別の形でも巡り合うんだって、すごくない？だからもしかしたらみんな前世で会えてたかもしれないね。えちょっとそう、二十歳、そう、ずっとショールーム配信でさ、二十歳なる前にどうしよう二十歳になっちゃうよなんて言ってたじゃないですか私。でさ、お酒飲めちゃうよってとかさ、お酒飲んだらどうなっちゃうんだろうとか言ってたんですよ、ずっと現実味がないままなんだけれども、ついにですね、今日二十歳になりまして、なんとお酒飲みました
飲酒しました、小川つぐみ。すごくない？なんかもう本当に大人になっちゃった。すごくない？小川つぐみ飲酒記念日です。さあ皆さん、何でしょうか、私の初めてのお酒。これちょっと一足お先にメールでさっきねみんなに送ったんだけど、何でしょう、何でしょうか。シンプルやってるだけ。彼ちょっとまだふわふわしてます。ヘベレキ、ヘベレキなんですけど、あ、そうなんです。ちょっとねご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、なんとですね、初めてのお酒一発目、なんと私あの北雪という新潟の日本酒をYK35 っていうめちゃくちゃ美味しいお酒、そうそうなの、すごくない？めちゃくちゃチャレンジャーじゃない？一発目のお酒日本酒、もう日本酒ってことはさ、つまり純アルコールじゃない、多分確か。それがねすっごく自分でもびっくりするくらい飲めてしまいまして、めちゃめちゃ美味しくて、なんかそう飲んだ時はすごいお水みたいな、なんかサラサラサラみたいな感じなんだけど、後味がなんかこの辺でふわっ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 てな感じ。そうめちゃめちゃなんか 甘い、なんて言ったらいいんだろうね、甘くて飲みやすくて、そうなの。なんかでも今思い返したらね、道理でちっちゃい頃からおつまみ好きだったなと思って、やっぱりお酒好きな運命だったんだなね。え強いのかな、なんか強いと言っていいのかわからないんだけどね。あ、そっかーってなったの、ここそう。なんかみんながよく公演終わりとかイベント終わりとかに、そう飲み会してるよとか、今そう全然プライベートとかでもそう女の子同士で今飲んでるんだとかみんな教えてくれたりねしてくれることがあって、そうすごいみんな楽しいって言ってる意味が今日すごくわかりました。なんかすごい楽しいねお酒って、なんかなんだろう、こう不思議、なんて言うんだろうね、ふわふわふわってどんどんなって楽しくなる感じ、なんて言ったらいいんだろうね、ちょっと難しい。そう結構ねあのお酒飲むとさ、なんか急にめちゃめちゃ泣き出しちゃったりとかさ、すっわあ今日何度も天井をお見せしちゃうと思うんですけど、かわいいでしょ、お湯も、おっとっと、オッケー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 。そうあと急にめちゃくちゃ怒っちゃったりとかっていうのをねいろんな人から聞いてたから、正直ねすごい心配してたの、どうしよう私飲んだ瞬間めちゃめちゃブチ切れる人とかだったらどうしようって思ってたんだけど、ただねあの余計ヘラヘラするだけだったっていう、そう本当いいのやら悪いのやらって感じでね、そう余計にそう顔が緩んだだけでそうなんかすごいねこの感覚を今までの経験した中で表すと、あの2公演の後の感じ、あのすごいハイテンションな感じ、そうなんですよ。あとねあれ飲んだ、その北雪とあのみかん酒、そうこれ私ずっと飲みたいと思ってて、果実酒っていうのかな、なんかねみかん、わっ落ちたね、ちょっと待ってねちょっと失礼いたしますね、落ちたね、落ちましたね、どこだろう、この辺、この辺か、飾りかわいいでしょ、
秋思いついてるね。あ、まあ、いっか。秋秋。よいしょよいしょよいしょ。何だったっけ。あ、果実酒、果実酒飲んだの。めちゃめちゃびっくり。あれ本当にあれお酒入ってるのかな、果実酒って。なんかね、オレンジジュースだったんだよね。そう、そうなの。なんかね、そう、私炭酸があまり得意じゃなくって、で普通は果実酒とかって炭酸水とかで割ったりするらしいんだけど、炭酸ダメないよねってなって、あの一回そのまま飲んでみたら全然いけて、それでもさすがにそのまんまずっとグビグビ飲むのはまずいよねってなって、あの氷を何粒か入れて飲んでた。なあ、若干お水もお水なのか、ほぼ。めっちゃ美味しかった。そう、氷とストレート、あ、そっか、ストレートかこれって、そっか、そう、氷とストレートで飲んでましたから、多分いい感じになってたのかな。そう、でもね、そのまんま一回氷なしで飲んでみたの、最初に。だけどオレンジジュースだった。そうなの。え、待って、強い？これ強いのかな？そういうこと？もしや強い？え、酒豪だ。酒豪だ。でも美味しかった。オレンジジュースだったんだよね。何パーだったかな？ 5% って言ってたかな？確か 5%?くらいのやつ。わっ、ごめんね、また天井向けちゃって。ママパパは強いの。ママパパも強いのかな。そう、お酒好きな2人、あ、強いのかもしれない。だからかな。待ってね、固定されるかな。あ、変わって、はい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 、オッケーオッケー。そうなの。あちょっと待ってね、これどうやったら固定できるかな。 あら落ちたね、あんた。旗落ちたね。はいはいはい、あいや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 、わわわわ。お待ち、ちょっとお待ちね。ういうい。オッケー、そんでもって誰が落ちたの。あんただね。あんたはここなんだよ。ごめんね、あともう数十分ちょっと頑張ってくれるかな。ごめんね、頼んだよ。オッケー、よいしょ。あった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 。そうで、なんだったっけ、何の話したっけ。お酒の話か。お酒、果実酒飲んだんだよ、本当に美味しかった。オレンジジュース、そう、初めて飲んだのが日本酒。そう、なんかね、ずっとね、一番最初に飲むお酒何にしようっていうのをこう迷ってて、でね、結構いろんな人に聞いてたんですよ、マネージャーさんとかメンバーとか。そうで、聞いていろいろ、あー、こういうお酒もあるのかとか、素敵これっていうのをこう知って、そういろいろ考えたんだけど、やっぱり一発目は新潟のお酒が飲みたいなって思って、そう、それでなんと新潟の日本酒。そう、まさかの一日違い。そう、実はね、あのもうあれだよね、なんかニュースとかに出てたみたい、言っていいのかな。なんとですね、あの10代最後の日を私佐渡にいまして
は。でね、あれだったんですよ、本当は昨日すごくお天気がものすごくて、雪だったり風だったりで、でね、帰れない説が出てたんですよなのでもしかしたらお誕生日を佐渡で迎える説が出てたんだけど、そう、帰り帰れて新潟で迎えて、で、そう、でも佐渡って美味しい、佐渡も美味しいお酒がたくさんじゃないですか。だからあと1日ね、遅ければ美味しかったねっていうお話をしてたんですよ。なんだけどまさかの帰ってきて一発目に飲めたお酒が佐渡の、そう、お酒、伏節っていう日本酒。あ、ビール飲まなかったな、そういえば。まだ飲んでないの。そう、そうだ、あ、やばいまだごめんね、飲むちょっと、おっとっと、タイのビール美味しいです。本当？そう、そっか、ビールもあれだもんね、種類もいっぱいあるし、種類だけじゃなくていろんなね国のビールがあるもんね。ね、楽しみ、いいね。そう、ビール、そう、新潟のビールもあるよね。風味爽快にしたかね、ちょっとみんなぜひ教えてください。角杯しか勝たん、角杯、角杯ね、ちょっと調べてみよう、角杯。あ、角杯ってあれか、 CM やってるやつ、はい、なんだっけ、あの可愛いキャラクターのハイボールの杯か、角ね、えおいしょ。そう、カルーアミルク、あ、そう、カルーアミルク、あのマネージャーさんに聞いた時におすすめしてもらって、いつか、そう、まだ飲めてないんだけど飲みたいな。あ、カシスオレンジね、それもね気になってた、よく聞くやつ。どんな味なんだろう、オレンジジュースなのかな、これも。お兄ちゃんは酒強いの、兄ちゃんも割と飲むかも。確かによくよく考えたら家族みんな飲む人だそりゃね、私も飲める人なんだな。なるほど、あ、酔うんだ、お酒が強いのか。そう、でも今日のね解説詞はね本当にオレンジジュースだった。そうから、逆に危ないかも、オレンジジュースだってごくごく飲んじゃってね、めちゃくちゃヘビレ系になっちゃうね、かもしれない。そうそうね、そう、と特にね、こうなんだろう、めっちゃ具合悪いとかもなくって、果実酒って3回言って、果実酒、果実酒、果実酒どんどんちっちゃくなっちゃう、果実酒って難しいね、果実酒、オッケーオッケー、果実酒、一応ね、あの滑舌は大丈夫みたい一応ね、大丈夫。そう、でもね、炭酸克服したいな。なんか飲めないってわけじゃないんだけど、たくさんは飲めなくて、そう、キャプってなっちゃうんですよね、炭酸あとね、そう、苦しくなっちゃうんですよ、炭酸。でもお酒って炭酸のが多いよね、ビールとかもそうだよね。からね、お酒炭酸飲む、飲んでみたいな。そう、とりあえずコーラか、そう、コーラが苦手なんですよ。そうなの、そうなのよ。だからね、コーラとかはさ、よく美味しすぎてめちゃコクコクって飲むやつあるじゃない。あれすっごい憧れるんだけど、もう一口目で、あっ、ってなる。本当ここケプケプしちゃう。
あとね、あれも苦手、スプライトもそう、美味しいのにね。そうなの、明日いっぱいお祝いさせてね。悲しみ。そう、なんとですね、これ私がもうずっと楽しみにしてた、明日ね、待ちに待ったオフラインおしゃべり会がありまして、劇場で行わせていただくんですけれども、めっちゃ楽しみ。こう二十歳を迎えたてほやほやの次の日にみんなとね会ってお話できる機会があるなんて本当に楽しみね。えめちゃくちゃね、土平日で、しかもすっごい寒い新潟の時期で、さらにねすごい年末っていうみんなも特に忙しい時期になってしまって、すごい心苦しかったんだけどね。そう、いっぱい会いたいって、そうみんながね思ってくれるのがすっごい嬉しくて、そう来てくれるみんなも来れないって、みんなもそう会いたいって思ってくれてること自体が本当に心から嬉しくて、帰りにお仕事が終わるね。もうね、明日すごい普通に平日なのよ、本当に本当にね、ありがとね。なんか私すごいこれ思うんだけどさ、こう例えばイベントとかに出てる時に行けなくって、それぞれのお仕事とか用事がある中で思い出、それをそのイベントがあるってことを思い出してくれて、頑張ってねとか、そうそのそれを思いながら頑張るねって言ってくれるのが温かすぎて、みんながそうね、だって会えてない間もさね、それを思い出してくれて考えてくれてるってことじゃない。そう、それがめっちゃ嬉しくてね、本当にいつもねじんわりしてるんです、本当に。あ、事前登録ね、なんかみんなしてくれてたよね、なんか見たよ、なんかねあるみたい。ごめんね、私全然告知できてなかったね。ぜひ事前登録してくださいね、本当に。そうそう、退職理由つがいをダメって言ってやります。すごい、私に全責任を負わせるじゃない。ねえ、ちょっと私もそれは社長に説得しに行かなきゃいけないやつ。そっか、お仕事だよね、そうだよね。あとめちゃくちゃあれなんだよね、ちょっとね、ほんのり匂わさせてはいただいていたものの、早急だったのもあるもんね。そうそうそう、お天気、そうなの、お天気が本当に、本当みんなねお越しくださる皆さん、本当にもうめちゃめちゃ暖かくしてきてね、本当に。あとね、本当もう今全体日本全部寒いと思うからね、そう明日いろんな場所で頑張ってるみんなだったり、いろんな用事のみんなをねいっぱい暖かくしてくださいね、本当に。二十歳友達も楽しみだな。そうそう、これも話したかった。そうなの、みんな見た、二十歳、私たち二十歳ずっと友達、これもねもうずっと前からもう勝手に匂わせさせていただいてたんですけど、あのですね、なんと私今日で二十歳を迎えて、で6月に、あ落ちたけど、なんか奇跡的に残ってるね、 OK。 そう、6月にあのひのちゃんが二十歳を迎えて、そう私たち二十歳コンビなんですけど、なんとね、そうずっと二人で、そう卒業する前に何か一緒に絶対イベントがしたいって思ってて、したいねってお話ししてて、そうお願いさせていただいたら、なんとさせていただけることになって、なんとね成人式イベントが決定しました。20日、本当に嬉しい。
そう、あうーダメだね、これはダメだ。もう一回貼るね。頑張って頑張って。オッケーオッケー。そうなの、本当に嬉しい。これまたね、そう平日だよね、なんだけど1時間にちょっとスペシャルな、そう、その日しか見れないステージがキュッとキュッと詰まってるので、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、そう、でもあれなんだよね、卒業公演生誕祭とね、日にちが近いから、そう、きっとみんな投げ控えしてる方もね、いてくださってると思うから、そう、ちゃんとそこは分かってるのでね、え、そしたらぜひね、配信とかでも見守っていただけるのもめちゃくちゃ嬉しいので、もちろん来てくれるのもめちゃめちゃ嬉しいので、いっぱいね、現地でも配信でも、もうすごい最高のステージをね、お届けできるように頑張りたいと思います。そう、あー、新幹線と友達ありがとね、たくさん、あれだよね、いつもいっぱい新幹線でね、お尻痛くなるよね、大丈夫、そうだよね、ありがとね、たくさん本当に時間をかけてくれてね、予約するのも大変だよね、今年末って、うん、本当に嬉しいの、本当に、なんかね、最後ね、そう、どっちも2日間オフラインイベントさせていただくんだけど、そうなの、どっちも新潟でね、ありがとね、いっぱいに来てくれて、初フライトね、飛行機もね、ありがとね、本当に気をつけてきてね、めちゃハードスケジュールだよね、そうだよね、あったかくしてね、本当にめちゃめちゃあったかくしてよ、本当に。そう、今日も寒かった、今日はね4度くらいだったかな、私が見た時はね、え、ぜひ来てね、公園ね、最後つぐちゃんためならあっという間、かわいい、もう本当に嬉しい、足出さない方がいいですか、え、でもね、もう自分が一番、もうめちゃめちゃこの服かわいい、好き、私一番かわいいっていうお洋服でぜひ着てほしい。でも寒いか、ちょっとね、風邪ひいちゃうっていうのを考えたら心配だけど、でもそういうね、かわいい格好してこようって思ってくれる気持ちが、あー落ちたね、めちゃめちゃ嬉しいから、そう、だからね、もしかしたら多分あの劇場の中は多分あったかいと思うのね、だからそこに来るまでの道とか移動時間とかがやっぱちょっと心配だから、もしかしたら、わっ、持参、ちょっと荷物多くなっちゃうんだけど、持参するのが安心かも、あのちょっと長めのやつとかの方が安心かな、うん、できる限り温めて、できる限り出して、そう、程よくね、そう、出すとこ出して、そう、温めとか温めて、楽しみ、嬉しい、私も明日いっぱい可愛くするね、いっぱいおめかししちゃおう、26もね、そう、もちろん SNS にも写真載せるので、そう、みんな見てね、そう、ちゃんと載せるよ、そう、明日は生誕 T シャツを着ようと思ってるのでね、そうそう、ねえ、そうだよね、みんなまだ届いてないって言ってたよね、そう、だからこんな感じなんだっていうの生で見てもらえる機会になったら嬉しいな、早くみんなと着たい、
ね、楽しみだね。嬉しい、本当に。はぁ、とか言って。嬉しいな。何フェイクタイツなんてあるの？何それ？あ、あれかな？あ、知ってるかも。なんかさ、あの色はめっちゃ肌色で、こう見た目はすごい足の色なんだけど、実はめっちゃ中に裏起毛が入ってるみたいなやつかな。それめっちゃ気になってたんだよね。新潟ファイナル以来です。ツアーファイナル以来か。じゃあもうほぼ2ヶ月、ほぼ2ヶ月くらいぶりか。嬉しい。なんかそれが私のイベントで来てくれるっていうのが嬉しい。ウィゴ、ウィゴで売ってるの？え、見に行こう。見に行こう。欲しい。ちょっとね、足寒いのよ。そう、長いね、スカート私。結構ロング、あ、ロングのお洋服が多いんだけど、それでも寒いもんね。そう。朝起きたら外真っ白だった。ね、なんかしっかり雪降っててびっくりするよね。そう。もうね、しっかり雪降ってます最近。うん。1枚15秒くらいね。えどんなくらいなんだろう。でもね、私の記憶だと前にあの門継ぐでグループおしゃべり会っていうのをさせていただいた時があったんですけど、その時あのすごくね緩かったんだよ。だからちょっと緩くしてくださいってお願いしようと思う。ちょっとこれは私の勝手な願望なんですけど、ちょっとでも長くお話ししたいのでお願いします、緩くしてくださいって。お願いしようとしてる。そんなのありなのって感じたんだけど、そう、それくらいちょっとみんなと話したすぎてるのでお願いしようと思ってる。もし難しかったらごめんね。それがけど、なんとか緩くしてくださいって言ってみるね。そう、すごいゆるゆるだったのよ前回。なんかゆるゆるというか、なんて言うんだろうね、強制退場みたいなのがなかったというか。そう、なんか握手会の時とかって、あのお時間ですってこうお剥がしをしていただくじゃない。なんかそれがないってなかったのかな、なんて言うんだろう、ね、なんかセルフでどうぞみたいな。そう感じだった記憶があって、回転寿司かと思いました。みんなねすごいゆっくりぐるぐる回ってくれてね。そう、明日はそんな感じかなって。あ、触っちゃいけないからかなって思ってた。確かにね、って今めっちゃ降ってきたね、ごめんね、すごいタイミングで。そうだよね、コロナとかもあってね、おさわり厳禁だったのかな。明日もじゃあおさわり厳禁にしていただいて。そうかも、そうだそうだ。ね、すごいよねこれ、雪？みぞれ？なんかみぞれっぽい気がする、音的に。どっちだろうね。そう、やっぱ傘も絶対いるね、これは明日。あと、あったかくするのと、あとやっぱカイロをね、カイロ大事ね、貼るカイロ貼って。あ、もうダメかもしれないこれ、つかない、つかないかな、わかった。あとごめんね、クマさんにもたれさせようと思う。あ、いいじゃない。ごめんね、もたれさせて、ちょっと紐がかかっちゃう。あ、かわいい、ちょっとクマさん持ってるみたいじゃない、こうやったらかわいい。そう、いっぱいあったかくしてきてね、ほんとに。うん、すごいね、明日どうなんだろう。でもお天気良くなるといいな。
やっぱりね、雨とか降っちゃうとさ、もう髪の毛がすべてなくなるじゃない、湿気で。もうね、今日すごかったの、髪の毛全部取れちゃってだからね、なるべくあれがいいよね。明日てるてる坊主作ろうかな。よいしょ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 。あ、やばい、あっという間。ちょっと今ふと時計を見ました。あと7分で終わっちゃう、誕生日と配信が。はあ、すごい、ちょっと話したいことたくさんすぎていっぱい話しちゃったねえ、ありがとね、みんな夜遅くまでね。あ、そっか、明日作ったら遅いのかそうか、やばい、一日遅れた、今日作んなきゃだった、やばい。ああ、そうだよね、当日じゃダメかな、間に合わないかなちょっとおテントさん無理かなねえ、晴れるといいな。いやー、二十歳か今日すごいずっとしみじみしてるんだよね、朝から。二十歳かってねえ、なんか嬉しい、本当に何回も言っちゃうけど、みんなに見届けてもらえて、夢みたいです、現実です現実なんですけど夢みたいです、本当に。ねえ、いっぱいね、朝からたくさんお祝いしてくれて、そうやってね、最後の最後まで遊びに来てくれて本当にありがとうございました。あとね、その10代最後っていう配信できなかったから、ちょっと改めて二十歳になったけどお伝えするんですけれどもね、あの本当にいっぱいね、10代に素敵な気持ちをとか思い出をたくさんね一緒にありがとうございました。素敵な10代、みんなのおかげで最高な10代でした、本当に。もうほぼ10代の全部だもんね、12。そうだよね、そっかね、本当に多分これから先ね、今日から20代か、20代になってこう30代40代ってどんどん時を重ねて年を重ねていくと思うんだけど、多分このね、そう、みんなと出会えて過ごせた10代って一生忘れないんだろうなって本当に思うんだよね。だからこの先めちゃくちゃよっぽよぼのおばあさんになったとしても、多分縁側でこうやって茶をたしなみながらあー10代は楽しかったなってそう、きっとどこかでしてると思うので、そう、みんなもね、頭のほんの片隅にでも覚えててくれて、一緒に過ごしたりとか、そう、あーせいばこんな子いたなーなんてそう、これから先も思い出してくれたら嬉しいなって思います。うんそうそう、あとね、私は思うの、あのね、きっとね、こうみんなのね、こう応援してくれたこととか言葉とかいろんな思い出があるから、きっとめっちゃこれから先やばい、もう無理かもみたいなことがあったとしても、きっと頑張れちゃう気がしていて、とってもそう、なのでみんなにとってもね、これから私がそう、ちょっとでもそんな気持ちを届けられる人であれたら嬉しいなーなんて思っているのでね、そう、これからもそう、みんなのこといっぱいめちゃめちゃ応援してるので、私もなんかすごい最後の配信みたいになっちゃったけど、全然まだまだ大事するからね、そうそうそう、そう、次ね、そう、卒業前にこの配信してほしいっていうのをみんなに言ってもらえてたのをしていきたいなと思ってて、この間それでメイク配信をねさせていただいたんですけど、
あとよくねお料理配信をしてほしいってみんなに言ってもらえてたので、そうどこか卒業前にできたらいいなって思ってるんだけど、まだ実は分かんなくって、できるといいな、もうできるってなったらすぐね告知させていただきたいと思いますので、本当にそうちょっとねお料理配信何かと毎回ハプニングが起こるのでねちょっとでも二十歳になったことですし、ちょっとみんなを安心させてからね卒業していきたいなと思いますのでね、そうハプニングないように行っていきたいと思っておりますあー時間ありがとう、早い、あと2分、やばい、あと2分でお誕生日が終わっちゃうけど、これからもうずっと二十歳なんだった今日だけじゃなくて二十歳かね、改めて本当に日付変わる瞬間からこの今の瞬間まで本当にありがとうございました、いっぱい最後リップ塗ろうかな、よいしょ、よいしょ、よいしょ、やばい、このさアプリケーターって言うんだっけが曲がっちゃって入らない、オッケー入った、やばい、あと1分だ改めまして、皆さんたくさんお祝いありがとうございました、無事にみんなに二十歳を見守ってもらえて幸せです、ありがとう、あと何秒で終わっちゃうんだろう、いっぱいツイッターあのいいねしに行くね、いっぱいありがとうね、みんな大好きです、ありがとうふふ